ジャン・イコール・デル・ファン・アラールは、フランスのバイオリニスト。アキテーヌ地域圏ピレネー・アトランティック圏、バイオンヌ生まれ。パリ音楽院で1827年から、フランソワ・アントワーヌ・アブネックに支持し、フランソワ・ジョゼフ・フェティスにも入門する。ピエール・バイオの公認として、1840年には、ルイ・フィリップ王のバイオリニストに、1843年には、パリ音楽院の教授に就任した。 1875年に教職から退いた。19世紀の卓越した楽器製作者、ジャンバティスト・ビオームの娘と結婚した。情熱に満たされた味のある演奏によって、フランス近代のバイオリン学派の代表者となって、その演奏様式は幅広い流行に乗り、相当に重宝がられた。その間フランスでは、バイオリンのための野奏曲や二重奏曲、 練習曲などを発表して作曲家としても大成功を収めた。著書、バイオリンの流派はパリ音楽院にも教則本に採用されている。パブロデサラサーテはアラールの皇帝の一人である。特筆すべきは40巻からなるバイオリン曲集、バイオリンの古典的な巨匠たちにおいて18世紀の最も傑出した親によるバイオリン曲を選定、修正したことである。 ありがとうございます。